では、感謝質問に移らせていただきます、はい。先日衆議院の総選挙がありまして、はい、まあ、今日、自民公明の連立政権発足する運びになりますけれども、知事にですね、新政権への期待という部分をお聞きしたいのとですね、特に新政権が、まあ、2% 物価上昇ですとか金融緩和といった、まあ、経済政策を柱に挙げてますが、まあ、それに対し、まあ、それについてその県内産業への前効果ですとか、県内県民生活への影響という部分も含めてちょっとお聞かせいただければと思います。はい、まあ、今の2つ目のご質問とですね、ほぼ一緒になってくると思うんですけども、新政権に期待したいことっていうのは、まあ、短期と中長期と分けて考えるとして、まあ、短期的にはやっぱり円高是正、これが一番大きいかなというふうに思ってます。で、中長期的にはですね、デフレの対応っていうのもまずありますね。まあ、中期っていうのはどれぐらいかっていうのもありますけど、まあ、短期なのか中期なのかっていうことがデフレの場合には、まあ、若干ありますけれども、この辺の曖昧なところでデフレ脱却っていうのもありますし、それから、まあ、中長期に明らかなものとしては、もうやはり日本の競争力の、日本の国際競争力の回復と、こういうことが非常に重要かというふうに思います。で、これは結局、その、デフレの問題っていうところが、最終的には、需要不足ということになって、いると我々は認識をしてますので、それを改善するためにはですね、やはり新しい産業であるとか、新しいやはり製品サービスっていうものを作って、需要を、創出していかなければいけない。これは国内の需要、海外の需要両方あると思いますけども、まあ、そのためには日本の国際競争力の回復が、これは非常に重要であるとこういうことだと思います。で、こういったことを通じて当然この県内の、雇用の回復であるとか、そういうことにつながって、いきますし、所得の向上ということにもつながっていくと思ってますので、この辺は非常に重要かなと思ってます。で、また中長期的には他の点としてですね、やはり今非常に問題になっている、安定的なエネルギー政策、これを確立をしていくということも重要だと、思いますし、やはりこれも中長期的な経済動向に大きく関わってくるですね、安心できる社会保障の構築と、未来像というのをしっかりと作っていくということがあると思います。それからもう一つ、なんといっても我々の立場からして、申し上げたいというか期待をしたいと思いますのは、やはり抜本的な中央分権の改革ですね。これは骨太な議論に基づく国と地方の役割を骨太に見直すということに基づく抜本的な地方分権改革ということですが、それを期待をしたいというふうに思っています。こういったことについてですね、しっかりと議論をしながら、なんていうか、確実にですね、実行をしていただくということで、日本の、再扶養にですね、つなげて、いけたらなと思っています。我々は地方の立場として頑張りたいと思いますけど、国は国としての立場として頑張っていただきたいというふうに思っています。ありがとうございます。はい、で、関連しまして、今日組閣にあたってですね、岸田文雄さんが外務大臣になる見込みということなんですけれども、被爆地を抱える、広島1区選出の議員がですね、外務大臣になるということへのですね、期待というのがあればちょっとお聞かせください。そうですね、岸田先生は地元広島選出の議員として、衆議院議員としてですね、まず外務大臣に内定されたことを、お祝いを申し上げたいというふうに思います。で、また広島のこの辿ってきた歩みというのもよくご存知だと思いますので、これからの、新しい外交、新しいというかですね、新政権における外交において、この被爆地の広島の心もですね、十分に理解をした
いただいたですね、それの展開というのを、図っていただけるものじゃないかなというふうに期待をしております。で、また我々拠点構想なんかもありますので、そういった面でもですね、できれば連携していけたらいいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、ではこれに関連して質問があればお願いいたします。よろしいでしょうか。それではその他の質問、各社さんお願いします。中国新聞の野崎です。よろしくお願いします。はい、先日サンフレッチェ、広島が優勝しまして、はい、優勝報告会の中で知事が、皆さんスタジアムが欲しいですよねというふうに呼びかけられました。はいはい、でそういったことに対してサポーターからはですね、はい、サッカースタジアム建設への期待の声も上がってます。はい、そういうふうに呼びかけられたことについて改めてその真意をお聞かせください。はい、今というか今年はですね、優勝もして、30万人を超えるサポーターファンの皆さんがビッグアーチにも足を運ばれてですね、で、実際優勝もして非常に金は盛り上がってていると思うんですね。で、スタジアムの建設について、署名活動も行われてですね、34万人、署名が集まったということもありますよね。で、そういう中で、サッカー専用スタジアムというのは、これ前々から申し上げていることですけども、これなくていいよという人はあまりいないと思うんですよね。あったらいいよねということ で、ただそれを実現していくためには、やっぱり地域全体として盛り上がっていかないとですね、いけませんし、その盛り上がりが一時的なものではですね、後がやはり大変になるというか、苦しくなるということだと思うんですよね。だから来季以降もですね、たくさんの県民の皆さん、あるいは広島市民の皆さんが盛り上がっていただくと、サポーターとしてですね、継続的にスタジアムに応援に、行っていただくというようなことがいるんじゃないかなというふうに思っています。そういう思いを込めてですね、継続して皆さんスタジアムに足を運んでいただきたいと、そういうことが建設に向けての環境になっているんじゃないかなということで申し上げさせていただいた次第であります。優勝報告会の会場でもそういう、来年もっと試合に行ってくださいという呼びかけをされた、ようですけども、それが一種条件提示のようにも聞こえなくはないな。それは例えばそのスタジアムにというか応援に駆けつける人数が同等もしくは上回ればそのサッカースタジアム建設というものを具体的に検討するということになるんでしょうか。条件というつもりはないんですけどね、やっぱり環境としてですね、そういう盛り上がってるっていうことがね、いずれにしても重要というか、当然に例えば県が関与するっていうと広島市だけの問題じゃなくて県内全体のご理解をいただいていかなければいけない、ところでもありますから、そういう意味も含めてですね、やっぱり県内全体盛り上がってるよねということがね、いるんだろうなというふうに思ってます。県の関与の話があったんですけども、祝賀会では松井市長が知事の発言も受けてだと思うんですけども、当然県が先頭に立ってやってもらえるものというような発言もありました。資金とかそれから場所の問題もあると思うんですけども、今県の会の話もあったので、どこが温度を取ってそのサッカースタジアムの検討を進めるべきだと思われてますか。あんまりなんかそれをなんかあっちだこっちだとか言ってもしょうがないことですけども、建設される、場所が今想定されているのは広島市内ですから、このまちづくりの一環としてですね、広島市がどういうふうにお考えなのかっていうのは非常に重要なことだというふうに思いますよね。そういう意味での
で、あの県はそのなんていうか、まあ、県内全体のね、バランスの問題として、考えていくということですから、あの、まあ、そういう役割分担の中っていうか、まあ、元々持っている我々のそういう役割の中でですね、まあ、いずれにしても関係者が皆集まって、しっかりと議論することかなと思います。まあ、あの若干あの どっちが温度を取るのかという鞘当ての部分があるのかなと。いや、そんなことないですよ。だって市長を呼びかけるっておっしゃってるじゃないですか。あ、そうですか。じゃあそれは呼びかけの部分については市が、それからその県民全体を踏まえての、うん、その機運醸成の部分については県がというようなその役割分担、役割分担がどういうふうに、役割分担というか、だから、あの、いや、少なくとも検討をするっていうとね、あの、みんなが参画してやるっていうことだと思いますね。まあ、それはそういうふうに繰り返しておけるというふうに思います。はい。現段階ではその具体的な役割分担、資金とかですね、場所とか、いや、まあ、全くそういうことなんです、はい、どっちがというのが今お考えですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。参院長新報西小井です。あの関連してスタジアムですが、まあ、はい、松井市長ですね、はい、本日午前中の会見でも、あるいは先週の会見でも、はい、まあ、年明け早々にもその県であったり、あるいは経済界巻き込んで、まあ、議論を始めたいというふうな、はいはい、お話をまかれてましておられます。県にも当然それには参画していくという認識でよろしいんでしょうか。そうですね、まだあの正式に我々はお伺いしてませんけれども、まあ、具体的に市長から呼びかけがあればですね、当然に参加をして議論に加わりたいというふうに思いますし、まあ、これはあの県だけじゃなくて、サッカー関係の団体とか、あるいはその市民の協力ですよね、あるいは経済界の協力というのが必要でしょうから、まあ、そんなことも踏まえながらね、県としても協力はしていきたいと思ってます。ありがとうございます。はい。